것인가 赤い手ぬぐいマフラーにして二人で横丁の風呂屋一緒に寝ようねって言ったのにいつも私が待たされた洗い髪が芯まで冷えて小さな石鹸カタカタ鳴ったあなたは私の体を抱いて冷たいねって言ったのよ若かったあの頃何も怖くなかったまだあなたの優しさが怖かった24色のクレパス買ってあなたが描いた私の似顔絵うまく描いてねって言ったのにいつもちっとも見てないの窓の下には神田川三畳一間の小さな下宿あなたは私の指先見つめ悲しい帰ってきたのよわあ